今年高校受験生です。頭はそこまで良くないんですが、将来医者になりたいです。高校でしっかりと勉強すれば大学医学部目指すことができますか？いや、できます。はい。これは間違いなくできます。高校受験生で、てか、まあ、高校1年生、高校2年生でそういう質問が多いんですけど、なんでなんですかね？だって高校1年生、高校2年生なんて、あと1年半、2年半もあんじゃんとかっていうふうに思うじゃないですか。僕だったらかなり楽観的に考えてしまうというか、でもその理由っていうのがあって、僕、司法予備試験に8ヶ月で受かってるんですよ。合格率 4% とされて、まあ、司法予備試験っていうのは司法試験よりも、まあ、難しいとされてる試験なんですけど、範囲っていうのは膨大なんですね。それを8ヶ月でやりきったっていう成功体験があるから、いや、いけるでしょっていうふうに思うんですよ。で、その成功体験ってすごく重要で、やっぱり高校受験生の高梨さんは、確実に成功体験っていうのを積む機会がないんですよ。だって高校受験生でまだそんなね、そういう成功するっていう場面に出くわすってことはもう年齢上ないわけだから。で、それの成功体験を積むっていうことは非常にまあ、これから、例えば高校受験でめちゃくちゃ頑張る。で、それで受かりました。こうやって頑張っていくことによって、こういう結果が出るんだ。まあ、落ちたとしても、これだけ自分は頑張れるんだっていう、まあ、実感っていうのは学べると思うので、それはそれで素晴らしいことなんですけど、まあ、高校入りました。3年間めちゃくちゃ頑張りました。で、医学部目指しました。合格しました。そうしたら、高校ね、自分は分からなかったけど、3年めちゃくちゃ頑張れるんだ。しかもその3年頑張っていく中で、医学部に到達するレベルに自分は到達できるぐらいのところにいるんだ。っていうことで、まあ成功体験を積んでいって、そうすると、どん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 自分に自信がついていくので、とりあえずね、目指して頑張ってみるといいと思います。うん。頑張ってみて損ないからね。まあ結論いけます。